はい、皆さんこんにちは、青木です。今日はビットコインのチャート分析と、クジラ企業が意識してくるレジスタンスラインを見ていきたいと思います。チャートを見るとビットコインはやっと安値が更新されて、このピンクのマーカーの$26,000を割るとマイクロストラテジー社も含み損になる、価格帯で、テスラはすでに含み損の状態ですね。でテスラはコメントで買い増しは考えてないと、発表していて、マイクロストラテジー社は再度先日追加購入をしたと発表しましたね。さらに追加で、マイクロストラテジー社が購入するラインは私の独断と偏見で、判断するとやっぱり4万ドルを越してからだと思います。テスラ社の購入価格が$39,000なので、ここを越して4万ドルいけばマイクロストラテジー社が追加で買っていく流れで、市場も反転ムードが高まる可能性が高いので、昨日が日足で前日の高値を超えたんですが、実体線で見てみるとまたインサイドで戻ってきてますね。昨日安値が$31,683、ここを割るとピンバー割れになるので、この底値付近で横横して、まあピンバー割れるとそのまま落ちてくる可能性が高くなってくると思います。逆に昨日の高値$34,881を越してくれば、一昨日のローソク足とレジサポラインブレイクで強い上昇で、そのまま4万ドル付近までの上昇の可能性が高まると思います。4万ドルまで行けばマイクロストラテジー社もさらに追加購入して、今の下落ムードのおつやムードから反転して盛り返してくると思いますね。4位のスクエア社はビットコイン保有枚数ですねが、追加購入しないと、声明を出しているので、まあ、このスケア社は価格上昇の助けの期待は持てないんですが、3位のギャラクシーデジタルホールディングスはこの4社の中では一番古くからビットコインを購入している企業で、可能性があるとしたらギャラクシー社も追加で購入する可能性もあると思います。下落で警戒しておくのは昨日の安値$31,683を割れてきたら、一昨日の長い下髭を実体線で塗り替えてくることになるので、そこからは急な下落が起きやすくなってきます。今4時間足で見るとちょうど今レジサポラインになってきそうなとこまで落ちてきてる状態ですね。ここで割れてくるとまた3万ドルまで落ちてくると思います。落ちてくると今度は昨日の上昇がサポートラインですねがレジスタンスラインになって、そのまま上値押さえつけられて下落してくる可能性がより強くなってくると個人的には考えてます。3時間足見ていきます。ローソク足見ると何度か同じところで下髭出して意識されてる価格帯ではありますね。今の下髭ラインが、
で、マイクロストラテジー社も儲けてからじゃないと、まあこの2万6000ドルは、まあそう簡単には割らせてこないと思います。まあ実際、追加で先日購入しているので、で、いろいろな法定通貨にもビットコインはなってきて、で、ビットコインの信頼度も高くなってきている状況なので、まだバブル崩壊の、判断はできないと思います。で、昨日も言った通り、3万6千ドルがレジスタンスラインになっているので、ここを超えてくることがあれば、まあ、追加で大企業の、ビットコイン購入の可能性も、結構高くなってくると思いますね。で、再度4万ドルいけば、テスラ CEO の、イーロン・マスクさんの、ポジティブツイートに期待度と、あとテクニカル的にもビットコインの上昇圧力が個人的には強くなってくると考えてます。今回私がチャート分析した仮想通貨はすべてバイナンス取引所で取引することができます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はディープコイン取引所かバイビット取引所を使ってみてはどうでしょうか。ディープコイン取引所ではディープコインの取引を行うことができます。この2つの取引所は追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことはありません。なので素人の方にもおすすめできる取引所になっています。口座開設するだけで20ドルもらえるビットゲット取引所も追証がなく、もらった20ドルで体験で取引ができ、勝てば利益としてもらえます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナス、プレゼント付与で1000ポイント貯まればテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。Twitter の方でもリアルタイムでチャートのことを発信しているのでフォローお願いします。